はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。我が名は迷宮兄弟。さあ、本日なんですが、ゲートガーディアンデッキをね、久しぶりに、触っていこうと思ってまして、これなんでかっていうと、診断でですね、謎の新規カードがいくつか追加されまして、これをね、使っていきたい。ご紹介しましょう。闇の守護神、ダークガーディアン。これルール上ゲートガーディアンカードとして扱うという効果を持っている謎のモンスターで、通常召喚ができなくて、ダークエレメントの効果、ダークエレメントっていうのはこの魔法カードですね。これのカードの効果か、または、以下のこう方法でのみ特殊ができるよと。特殊ができる方法は、手札フィールド、墓地除外状態の、3が9が数が、1体ずつを、手札墓地、デッキ戻して手札墓地から特殊召喚できるよと。まあ、墓地から特殊召喚できても、まあ、そこそこ優秀ですし、まあ、一応耐性も、戦闘では破壊されないっていう効果があって、まあ優秀であると。で、ダークエレメントっていうカードが、これなんですけど、これで出してくると、闇の守護神ゲットダークガーディアンさんは追加効果が付与できまして、ダークエレメントの効果で特殊召喚したこのカードは、他のモンスターおよび、相手が発動した魔法カードの効果を受けないということで、まあ、トラップカード以外の効果は一切受けないということなんですね。これめちゃくちゃ耐性強くないですか。で、打点が3800ということで、まあ、なかなか強力なモンスターに仕上がってるんじゃないかなと思います。まあ、出せればね。まあ、特に相手の盤面に触るみたいな効果はないので、まあ、出して、なんかドヤ顔してるだけなんですけど、はい。で、ダークエレメントっていうカードが何かっていうと、自分の墓地にゲートガーディアンモンスターが存在する場合にしか遊びなくて、これ結構重いんですよね。まあ、ゲートガーディアンってあんまり墓地に行くことが初手からはないから、基本的には。だから、初手で打つっていうよりかは、どっちかっていうと3ターン目とか、まあ、まあ、そういう、まあ、継続的に戦闘を行っていて、リソースとして使っていくときとかに、落ちていることが多いから、まあ、それで、まあ、打っていくっていう感じになりますかね。で、手札デッキ、クサデッキからレベル11以上のゲートガーディアンモンスター1体を召喚条件無視して特殊ができるということで、まあ、もちろん、融合モンスターも出せるんで、普通にその合体魔人ゲートガーディアンでも出せますし、さっき言ったようにそのダークガーディアンとか、あと、まあ、もちろんなんですけど、こっちの、ゲートガーディアンの方も、まあ、入れれば、一応入れれば、出せますという感じですね。で、一応、墓地の効果で、これ、ゲートガーディアン系の、魔法トラップによくついてる効果なんですけど、墓地のこのカードを除外すると、デッキ除外状態の3が9が、数がの、いずれか1体を手札に加えるよっていう効果があるので、まあ、これで、まあ、一応、手札コストとかにしても強いということですね。で、ゲートガーディアンは、ホルスが、実装された後、ちょっと強くなってて、ホルスって手札コストを要求してくるんですけど、このゲートガーディアンの魔法トラップカードは手札コストとして非常に優秀なんですよね。で、魔法トラップゾーンに、なんか、めちゃくちゃ、永続魔法カード扱いで、置けるよみたいな、効果がこの、ラビリンス・ウォール・シャドウとかにあるんですけど、これを、まあ、コストにして、このソウルズとかの効果を使ってドローに変えたりとか、あと、まあ、単純にその、融合したりとかに使っていくっていう動きが、まあ、割と強いのと、まあ、スケの駆け足っていうカードが採用できて、まあ、これもちろん、オーボの石壁をサーチすることもできるんですけど、この、ラベレス・ボール・シャドウもサーチができるので、まあ、なかなかね、強力な、デッキに仕上がってはいるかなと思いますね。ホルスがない時よりかは。これ確か一回紹介した時はホルスがない時だったと思うんですけど、まあ、ホルス実装立て、かなり動かしやすくなってますんで、ゲートガーディアン好きな方はぜひね、使ってみてください。はい、やっていきましょう。ダークガーディアン、頑張って出していくぞ。デュエル、スタンバイ。早速来やったらこいつやる気満々マングローブかよマジでダークガーディアンとかいう本当に誰一人なんか強化を望んでいなかったモンスターが一応実装されたので一応使っていきたいと思うんですけど、いやマジでさこいつなくても勝てんだよな悲しいかな。このダークガーディアンとかいうモンスターなんか別になくても勝てるんですよね。ちょっと後で出したいので、ちょっと基本的に、まあ、この墓地からも特殊ができるんで、まあまあ強いは強いんですけど、ちょっと一旦ですね、すまん、後で出してやるからな、ダークガーディアン。すまんな、ダークガーディアン。後で出してやるから待ってろ。来るね、もう。ああ、おいおいおい、キーはしなかった。で、ですね、じゃあ、これは、まあ、一旦こうして、はい、なんか相手何もなさそうだな。で、王の棺を、発動してで効果起動しますよ。もうなんか防御出ます。はい、もう僕は防御に出ます。圧倒的に防御に出ます。俺はもう相手の誘発がないと見るやいない無限包囲を捨てて3ドローしに行くから俺うわっラッ勝ち超熱血指導をジャイアントレーナー効果発動。カードは
1枚ドロー。キョイー、あ、強い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 、あ、強い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 ですね、強いですね、非常に。そして王の棺の効果を発動するで、王の棺によって、スキューの駆け足を墓地送って、スキューの駆け足のモンス、効果を発動、スキューの駆け足によってフィールド魔法をサーチすることができる。これやってるだよな、さすがに。これでもちなみにラビリンスウォールシャドウ3連打できますよ。はい、迷宮駅ラビリンスウォールシャドウの効果、あ、迷宮に潜むシャドウグールの効果によってラビリンスウォールシャドウを持ってくるじゃないですか。でラビリンスウォールシャドウって耐震が実はなくて、魔人を置く効果に、だから一応3枚発動したら3個置けるんですよねやってることやばいか、これ普通に。一応まあもうちょっとドローするか、ちょっとワンチャンドローして、なんか置いてからの方が圧縮かけられる気がするけど、なんかいいや、3枚しか入ってないし、まあ引いたら引いたら捨てますわ、王の棺で。ああ、まあまあまあ悪くない悪くない、オッケー。そしたらラビリンスボールシャドウを発動して、これちなみに王の棺とガーディアン系のマジックトラップカードも相性いいですからね。マジックトラップカードの効果によって魔人をね返すことができるんで、手札にね。なんで一旦これでこうしまして、でさらに置きまして、いいですね、非常に。これなかなか理想のブリキンじゃないですか。いや、これゲートガーディアンどうしようかな、風水にするか、魔法トラップ2回向こうの方が強いか、2回向こう。これまあ一応3枚置けばゲートガーディアンいけるんですけど、3体合体の方も、まあ、多分基本的に言えばマジックトラップカードを2回向こうにできた方がまあ一般的には強いと言われてるんで、これ爆誕させて、これで取れ適当にこいつ蘇生して、マスカレーナでも立てておくか、一応マスカレ立てて、まあ一応最悪の時にリトルナイトできるようにしておいて、まああんまりしたくないんだけどね、ちなみに。まあ、一応ゲートガーディアン処理されて、なんかその魔人出てきました、魔人とマスカレーナでリトルナイトみたいなことできるかもしれないから、まあこれでいいのかな。はい、では次の開始のターンももう1回ラビリンスボールシャドウ2回使ってゲートガーディアンをまた出していくという話です、ね、これは我ら迷宮兄弟、あ、やばい、妨害消えた妨害消えた妨害消えたちょっとモンスター効果に無力すぎて草やばいやばい、ちょっとそれやめてくれ、助けてくれ、俺のゲートガーディアンがなんてことガー最悪。まあ一応ね、後続は用意できるんで、後続は用意しておきましょう。適当に風魔人を置いておきまして、まあいや一応盾か、これ一応盾、殴られた時のために一応盾、まあどうせ除外されるけど。でこれでミラジードの効果が起動されっから、ミラジードの効果が鬱陶しいんだよな、非常に。まあそういう感じか。ああ、これラクインベラマジだな、了解、いいだろう、遊戯相手にとって不足はない、なるほど、マルチシャンズソウルズいいだろう。ああ除外されますね、これ普通にやばいですねやばいですね、除外されますね、まあ、除外対象取られてからいいか、変身するのは。でブラックマシャンが出てくる、俺の切り札にして最強のしもべブラックマジシャン、サンガ来たー、サンガザ・ライトニング・サンダー来た。なんだっけ、なんか英語名さ、なんかさ、ヒューガはさ風神でさ、スーガはさ水神でさ、なんかサンガだけさ、サンガザ・ライトニング・サンダーみたいな名前なんだよねあの TCG の方のやつ。さあマスカレーナの効果を起動、マスカレーナの効果によって、ああ、まあそうですよね、はい、すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした。これはリトルナイト出てくるんで、リトルナイトが出てきた ここないように一応除外することにしたわけですね、相手は。はい、わかりました。マスカレーナパイセンはこれはレベル5以上で全部ぶん殴られます。で、あ、そっか、シャドウグールの効果発動できるラビリンスボールあるから相手破壊できる、忘れてたわこの効果、忘れんだよな、自分で使ってるもん。よし、とりあえずミラジェイドは、ぶっ殺したぞ、ミラジードはぶっ殺した、でかい、非常に。で、メインツ入る。オッケー。あ、サルベーション。いやー、きちいなー。き
ちいなこれ。ブラマジ、ブラマジは普通に風水マジめちゃくちゃ辛かったはずなんですよね。なんかギミック界のなんかアルバスの楽園とかいうモンスターで余裕で越されたわ。はぁ、あ、マジでなぁ。まあ一旦置きましょう。ラビリンスウォールシャドウの効果、ね、ちょっともう一回ワンチャン風水魔人置けるかもしれないから置いていきましょう。はい、ワンチャンあります。これは相手がバカだった場合はこれここでラビリンスウォールシャドウって言って水魔神置いてでスルーしてきたらドヤ顔風水魔人爆弾するんで、そしたらあの、魂無効なんで事実なんで、ラビリンスウォールシャドウの効果。いや気づくな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 、マジで気づくな気づくな気づくな。いけるか。あ、いけないわそうですよね、すいませんでした。いや、すいませんでした。わかりました、すいませんでした。で、ブラックマジシャンが出てくる。で、ブラックマジシャンが出てきて、黒の魔導陣の効果によって水魔神が除外されて風水は出せません。風水は出せませんでした。うざすぎる。であるならば一旦王の棺発動するしかないな。でこれどうするかな。まあ、とりあえず全員出すか。一旦全員出して、はい、まあ、一旦全員出すのは確定してる。アルバスいるから一応あれか、ギャラクシーアイズ出しておいた方がいいか。ギャラクシーアイズ出しておいた方がいい。一応墓地 のリンドボルムの効果でアルバスを捨てたってスプリンとか出てくるかもしれないんで、まあ、そこを無効にできるようには一応ね、ギャラクシーアイズで無効にしつつで、これでディンゲルスで相手の魂を処理するとブラックマジシャンが全員どっか行くという話がありまして、はい、で相手のフィールドのカードを選んで墓地を送るといこうか。永遠の魂がどっか行く。でそうすると魂がなんかぶち切れて自爆する。ババーンってなる。 OK で なるほど。やべ、残り30秒しかね。やっべ、バトルフェーズ。あー、殴れない。忘れてた、ラビリンスウォール毎回忘れ、これ自分でも忘れんだよな。ラビリンスウォールシャドウの効果、レベル5以上のモンスターを除くとなんか召喚特殊召喚者さんには攻撃ができない。きつすぎる、うぜえやばい、助けてくれ。無限にエアプを晒している、まずいぜ。マジで無限エアプ、無限エアプに入ったわ。リアベルスターやっつえ、リアベルスター効果。なるほど、止めた方がいいか。さすがにこのターンに特殊召喚してないから多分ね。いや、これブラックマンちゃんで切って多分だけど、そんなにやばい。あのね、ミラージェード2枚は入れてる枠多分ないと思うんだよな。ごめんって言って出てきたら、って言って出てきたらごめんなんだけど、多分ないと思うんだよね。ああ、だから、まあ、ここでスプリントの効果、スプリントは相手なんですか、打てないか。相手ターン、アルバス、特殊召喚から、一応ミラージェイドみたいな動きになると思うんですけど、あ、ぶちのめされてくるか。あ、ディンギルス効果発動して、一応、これ、あの破壊耐性があるんでね。これ、ディンギルスさん、これもまあまあ強い話ですよね。うわ、うぜえうぜえうぜえ、マジ無限に無限に諦めねえ姿勢見せてくるな。まあ、ディンギルスの効果使うか。一応ディンギルスの効果使ってで効果起動って言ってで墓地送られていく。いや、うざい。モンスター処理された、最悪。いや、まあ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 、でもラビリンスウォールシャドウ残ってるからな。まだ俺は、俺のフィールドにはまだラビリンスウォールシャドウが残っているぜ。なるほどなるほど、いらねえな今は。よし、満を持していくしかねえか。であるならばこれさ、なんでさ手札から除外できないんだろうね。これさ、うっとしいのはさ、こう手札から除外できないことなんだよ、とにかく。っていうか、これ全員ホルス全員で殴ったら勝ちやんけ。これ普通に考えて、冷静に考えて、バカかこれ。ちょっとやばい、ダークエレメント の動画だって言ってるのにダークエレメント出さないとかいう意味不明な動画になってしまう。まずい。ダークエレメントの動画だっつってのに、ダークエレメント、これなんでさ、これさ、この2体合体はさ盤面に置かれて出せないの。別に手札から除外して出していいだろ、このくらい。鬱陶しいな。ダークエレメントを持ってくるぜ。うおー、ダークエレメントの効果を発動。ダークエレメントの効果により現れろ闇の守護神ダークガーディアン。
3800通。これはちなみにダークエレメントの効果により特殊召喚したゲートガーディアン扱いのダークガーディアンはなんと、相手のモンスター効果および魔法カードの効果を一切受けない。バトルフェーズに入るぜ。よろしいか。うん、くらえ。これ2人くらい人死んでそうだな。アタック、まあ、これは一応壁を生成するしかないだろう。いいだろう。まあ、ちなみに手札コストはもうないかな。相手よし、バトルを速攻、アルバスを爆破。うわ、我ら迷宮兄弟対戦ありがとうございました。ゲートガーディアンこれいるのかな。やっぱこれ何回も考えてるの。これいらないよね、これ絶対に。これダークエレメント先手で打てればね、まあまあいけそうな気がするんだけど、先手で打ちにくすぎんだよこれ。あのゲートガーディアンモンスターが墓地で存在する場合っていう発動条件ついてまして、これねまあまあね、発動条件終わってんですよ割と。これが打ってほしいんだよな。まあ、とりあえず風水、風水これもさ、ここで融合できるようにしてくれ、マジで頼む、マジ頼むから。手札に引いたなんか風水だけでさ融合できたらどんだけ強かったかって感じだよな。そしたら結構ね、あの簡単に融合できる、融合っていうか、まあ融合っていうのか知らんけど、これダークエレメントの効果発動して、まあこれウォッチ送りますか適当に。でダークエレメントの効果は除外すると、あの魔人系持ってこれますよみたいな効果あるんで、これがね割と相性はいいんですよ。あのコストになれるんでね。でイムセティを墓地に送りますよと。でこれでダークエレメントの効果発動すると魔人系を持ってこれるので、これ一応だから3枚揃いました。はい、3枚全部揃いました。これ来ましたね、王の棺の効果。サンガーザ・ライトニングサンダーを落として、ホルスを送る。はい、で行きましょう。うおっ、3枚の魔人をゲームから除外し現れろ、3体合体、合体魔人ゲートガーディアン、我ら迷宮兄弟。ちょっとこれどうせないんだこれ。まあ、一応3枚ドローしていきます。一応ね、3枚ドローしに行くのがやっぱちょっと一番最強と言われてますんで、これ一番対象体制今3回あるんで、無限応用効かない3枚ドローだから。無限応用エフェクトベーラー効かない3枚ドローだから俺今。はい、ジャイアントレーナー爆弾させて、ジャイアントレーナーの効果発動して、ジャイアントトレーナーへの信頼度高すぎだ俺。うわ、カス来たー、カス来たー、世界一のカス来た。マジでこいつほんまにさ、お前はさもうデッキの底に眠ってるよバカ、誰がふざけやって。でジャイアントレーナーの効果起動して、もうこれ全部とりあえずドローします。はい、あー救いの駆け足来たか。じゃあね、あとうんこみたいなムーブしていいですか、自分うんこムーブしていいですか。コバルトイーグル召喚しまして、はい、でこれ戻りましょう、戻ります。クソすぎて笑ったこの動き。で、スキンの駆け足の、を、墓地を送りながら、このカードをゲームから除外することによってフィールド魔法を持ってきて、さらに氷玉人も、これ氷玉人がデッキ眠ってないとサーチできないんですよ。だからね、これ帰らないといけないんですよね。これマジカスだなこの動き。で、これでラビリンスボールシャドウを加えて、でさらにモンスターを送ることができると。で一応これで次の開始のターンの、まあ、ゲートガーディアン系の、準備を整えつつマスカレーなゲートガーディアンにはできるという話ですねこれ。はい、オッケー。まあ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 、まあ、ギリギリいるそう、ギリいるそう。こんだけこねくり回したけどあんま盤面強くないけどな。対象体制自体は強いんでね、3回発動できるんで一旦、はい、しかも同一チェーン上でも使えるというのがね強いですね、合体マシンゲートガーディアンさんは。他のやつらはあのなんか同一支援上ではあんま使えないっていう方があるんですけども、うわ来た最強カード、忍者マスター半蔵さん来た、半蔵パイセン来た、半蔵パイセン止められない。あの、ま、モンスター効果を止めるみたいな効果はないんで基本的にこのあのデッキに。あ、メインフェーズ終了前、あいいですよこれ、あのマスカレーナには投げれませんよ、レベル5ないですよね。
半蔵さんレベル4なんで、これレベル5以上のモンスターは殴れないっていう、レベル5以上のモンスターを除くか、モンスターは殴れないという効果ありますので、マスカレナ残りますからね、これ。はい、そのマスカレナ一回しょってから展開しようみたいなコンターは通用しませんからね隠されすぎて俺も忘れてたと言われてる効果だ、これ。これさっき撮影して、多分使ってないかどうか分かんないんだけど、これ2回くらい忘れてるから、この効果で、スキルの駆け足いらねえな、マジで。毎回毎回これコバルトイーグルを一生戻し続ければスキルの駆け足で一生戻、あのフィールドマップをサーチできるっていう最強のコンボあるな、一応な。でこれフィールドに置きましょうか。フーを置いて、フーを置いて、でもう一回、ラビリンスボールシャドウを発動して水を置きに行って、はい、で水を置く。さあ風水が出ちゃうと、そのマジックトラップカードは無効になっちゃうけど大丈夫かな。さあどうしますか。よし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 、やばいよ、音差爆発する。これ魔法トラップ2回止めれるんで、さすがにあの忍者デッキ相手だとこれめっちゃきついと思う風水マジンゲートガーディアンマジできついと思う、あのデッキ。ちなみに風水の弱点は同一チェーン上ではなんか使えないとかいうバグってる効果してるんで、なんか重ね打ちされると普通に無理っていうね。なんかそのカードを発動って言って、向こうって言った瞬間に無限保養とか言われると無理なんですよ。まあでも無限保養はゲートガーディアンで止めるんですけどね、合体マジンの方の。とりあえずなんか適当に全員並べて殴ると思う。どうせなんか除去しないで、これこのまま殴った方がホールスで大体強いんだよ。大体なんかコネクリ回してエクシーズ召喚とかしないで、これそのまま殴った方が強いって言われてます。さあ行くぜ、てめえの命はもうないと言っても等しいんじゃないか。これさすがにこの打点の量、総合打点えげつねえぞ、こいつの攻撃はえげつないぞ。あ、落葉米 OK、 落葉米はいいか。これさ、落葉米に出てくるの多分さ、これジオとかでしょ。いや別にさ、なんか出てきたところでそんなにヤバいこと起きないんだよね。落葉米は通してよくて、で出てきたモンスターはちなみに対象取るので、ジオとかは、あ、ジオですよね。だジオを対象取りました、ゲートガーディアンでぶっ殺しますでいいんで、これは別に OK です。あ、てかジオとかよかったな。分身の術、いやそれはダメでしょそれはダメ、分身の術だけはダメ。なんかめちゃくちゃモンスター出てくるんだよこれ、レベル8リリースしてから。はい、魔法カード無効、魔法トラップ2回無効になったんで、あとそのセットカード無効にいきますよ。大丈夫ですか、バトル続きます。はい、おげーしゃい。ダークガーディアン出てないけど、まあ、ダークエレメント若干活躍したからいいか。うわ出た、レイドラプターズ来た、レイドラプターズ来た、バニシングレニアスや、バニシングレニアス、ストラングレニアス来た。レイドラプターズ、バニシングレニアスがさ、めちゃくちゃ強くてさ、これいまだにゲーゲーなのすごいよね。これいつのカードって感じじゃない。なんか新規カードが実装されたところで、まだね、バニシングレニアスってちゃんと強いんだよね。やっぱね、いいよね、こういう、なんかその、過去のカードもちゃんとなんか、まあ、バニシングレニアス自体は結構展開力が、なんかこう、付与できるテーマなので、まあ、ちょっとレイダーズナイトへの向こうとかめっちゃ重いですよね、ちなみにこのテーマ。はい、まあ、なんもないんですけど、僕。さあ、ブレイブストルクス、いいでしょう。まあ、大体無理やな、これ。ワンチャン。ホルスはちなみに、王の棺さえあれば、対象に取らない効果では破壊されないから、一応、なんだっけ、ライズランクアップマジックされても生き残ることはできるかもしれないけどね。ああ。ただ、王の棺は爆破されるな、普通に。あと、もう普通にシンプルに考えてみなさん、5300で効果を受けないモンスターってどうやって突破するのって感じじゃない。さすがにね、硬すぎて突破できないんだよね、その、リベリオン・ファルコンが、あまりにも。あいつはちょっとね、さすがにやりすぎって説ある。割と。はい。あの男マジでさ、なんか、効果受けない体勢強すぎるんだよな。なんか、全部っ破した後に効果受けないとか、もう、遊戯を拒否してるよな。突破させる気ないやん、みたいな。うわ、これファジー入ってる巡航中型か。盤面酔わない、盤面酔わない、それ、それレイジングリベリオンファルコン全力すぎない、それ。グロリアスブライトあんのかな、ちょっとわかんないけど、これ墓穴とか打たれたら普通にこれあれだで、なんか全部、あ、でも全部っぱ、そうね、なんか墓穴とか打たれたら普通に結構きつそうだけどね、
この盤面だとね、まあ、普通にちょっとドゥアム敵はぶん投げるんですけど、いやこれ王の棺破壊されてもう大丈夫で、ナイトメアデーモンやばい、それはそれはやばいわやばい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 、それはやばいって、あーやばいね、これはねやばいねじゃあライジングリビリオファレコとナイトメアデーモンのちょっとねコンボはねほんとやばいのよこれ、ちょっと待ってちょっと待ってって待ってくれ、あかんあかんクソゲーじゃねえか